第1回モンハンクイズ王何かあった方がね、皆さんもね、気合入ると思うよ。メンバーめっちゃ不利っすよ、僕。考察系、博士、この子の名前誰でしょう。存在価値の名前の名前ですね。フルネームフルネームフルネームカンパケットです。あ、待ってください。フルネームどうですか。いや、名前でいいです。ややこしい。惑わされちゃう。この中で余ってるものいっぱいないですか。この顔してどうやってるの。あ、今お互いに言うのやめてもらっていいですか。ちょっとダメです、ちょっとダメです。ラッキーラッキーやった後で書かなきゃダメです。めっちゃ何してんの。俺顔映ってないから。あ、やめて。うちゃうちゃ。ちょ、稲葉さん、はい、Amazon ギフトもらったらなんか使いたいものありますか。どうしよう。3000円ですよ。あれ、稲田子さんもお母さんの誕生日いつだったの。誕生日11月。誕生日プレゼント買いましょう。カーネーション買います。はい、素晴らしいですね。稲田子さんの優しさがここで垣間見えました。あれ、稲田子さんもお母さんの誕生日いつだったの。誕生日11月。誕生日プレゼント買いましょう。いや、もったいないです。じゃあ動画でカットでカーネーション買います。はい、素晴らしいですね。エヌさんの優しさがここから見えました。エーペックスの時。ああ、ちょやめてください。ハゲームやめて。ハゲームしよう。モンハンモンハンでしょ。モンハンとモンハン。美味しそうしかったんですよね。じゃあ後半戦に入るんですけれども、はい、まあ、先ほどのね、ちょっと手元が違うかなと思います、はい、早押しクイズですね。ちょっと押してもらっていいですか。素晴らしいです。ありがとうございます。先ほどね、書いてもらいました。今度からは早押しクイズとなりますので、答えた方にのみ点数が入ると、はい、先ほどまではね、答えられれば全員点数が入るという形でしたが、うん、ここからはちょっと点数が全く変わらないという可能性もあるので、皆さん頑張ってください。はい、はい。では、早押しクイズ、まず第1問、こちらワールドからの出題です。ワールド、勝てる。モンスターハンターワールドのアップデートコンテンツ、うん、ファイナルファンタジーコラボによりベヒーモスが登場しましたが、そのベヒーモスの登場ムービーで理不尽な扱いをされたモンスター、はい、犬猫さん、ドドガマル。正解です。素晴らしい。嬉しい。素晴らしい。早い早いですね。嬉しいな、これ。早めにしなければ、ね。まあ、ベヒーモス自体めちゃめちゃ強くて、極ベヒーモスね、はい、もうマルチ魔境とかいろいろ言われてましたけれども、一番最初に登場してドドガマルがね、かわいそうでしたね。ただ歩いてたらいいですよ、降ってきてね。一瞬調査メンバーが頭に浮かんでた。やめてください。もうそういうあれじゃないです。調査しんだけど一生ちょっとダメですよ。じゃあ次、第2問、はい、今度はストーリーズからの出題です。でストーリーズ2やりました。よかった。やりました。よかったです。モンスターハンターストーリーズでおなじみのキャラクターといえばナビルですが、はい、続編であるストーリーズ2破滅の翼でナビル初登場時に一緒にしたモンスターは誰でしょう。犬猫さん早い。え、いいっすか。はい、クルーヤック。正解。強ね。そうです、強クルーヤックと一緒にナビルが登場しました。これは頭の速さが問われている。知識量ではない、ここでは頭の速さだった。自分のクルーヤックって本当に情けないのか。さあ、では早押し問題です。第3問、はい、今度はライズからの問題です、はい、モンスターハンターライズのラスボスとして登場する炎元ナルハタタヒメですが、はい、戦闘中にとあるモンスターが乱入してくることでハンターたちを驚かせました、はい、マガイマガドのほかドスコリュが参戦しますが、唯一参戦してない、はい、オーダーチ。正解です。いや、わかんねー。素晴らしい。続きですね。マガイマガドのほかにドスコリュが参戦しましたが、唯一参戦してないライズのドスコリュは誰でしょうか。分からん、分からん。ドスコリューは、タケヤさん、何ですか。モンスターハンター同世に登場する、はい、コリュー氏の、はい、総称。4体いますね。4体いますね。そう、4体。まあ、今出たオーナズチ、ケオテスカトル、クシャウダーオラ、ナナテスカトル。これはね、はい、ドスコリューと言われているものです。というわけでね、まあ、オーナズチね、まあ、シルット実はいるんじゃないかとかね、いろいろ噂されてます。そうですね。言えるんでね。そんな噂もね、されてるので面白いところでありますが、出てこないのは大名槌でした。さあ、ここまでで一応
犬猫さんが5点ですね、2ポイントプラス5点で、カニカマさんが4点ですね、はい、で、タケイさんが3点。よしよしよし、先ほどの知識量をね、ここでね、一旦発揮してほしいところではありますけれども、マジでちょっとここは頭の速さで犬猫さんが一歩リードしてますね。そうですね、すごいです。嬉しい、これの問題は、BGM に関する問題です。これからモンスターに関する BGM が流れますので、はいはい、その BGM が誰の BGM か、モンスター名をお答えください。合図ですか？一応皆さんが今までやってきたシリーズで構成をしています。はい、今モンスター名と言ったことってことは汎用 BGM じゃないんですね。汎用 BGM ではないです。ちゃんとそのモンスター特有、固定で使われる BGM を用意してみました。はい、わかりました。大丈夫ですか？大丈夫です。僕、ライズの BGM 送ってるんですよ。え、全部送ってるんですよ。あの動画作るから。お、え、やばくないですか？ライズのこういうのも出てきたら終わるっすよ。さよなら。そう、さよなら、マジで。さよなら。だから聞いたんですけど。どうしよう。裏で水飲んでる。待って、これ。何やろ、日頃から BGM は聞いてるんですけど、これ何がしたいのか分かったわ、これ。あ、今、私たち今喋ってるんだよね。再生するタイミングが来たら。はい、あ、大丈夫ですよ。はい、これ絶対何するか分からない、これもう差し出すか、差し出す、え BGM で察する、私その何でしょう、あ、じゃあ BGM ではないです、これからやることが、なんかあのドスとセカンドの BGM がちょっと聞き慣れてなくて、その辺の BGM 来たら怖いなって思ったんですけど、一応考えですね、汎用 BGM が来ないって分かったんで多少は俺ダメかもしんない、答えられないかもしんない、これ一番早いんじゃないでしょう、答えられないかもしれない。でも、滝江さん、BGM 結構聞いてるじゃないですか。いや、ダメです。あ、そういうこと？え？まあ、言わないけどさ、今の。ダメですか？何言ってんの？もう、その出題者側がもうぶっ壊れっすよ、そしたら。え、そういうこと？ジャッジ。ジャッジ言ってますよ。今のは脳幹使いでも。何ですか？今のは、発言に入りますか？え？回答した後に入りますか？いや、回答ではないです。回答じゃないです。まあまあまあ、そういうあれではないんで。まだ真っ暗なんです。あの、それが分かっても、問題の答えに答えられるかって言ったらそうではないですけど、ううまあ、最初のちょっと脳みその回転がちょっと影響するかもしれないです、ね。嘘でしょ？嘘でしょ？さあ、早く出した方がいいかもしれない。ちゃんとボタンしっかりね、持っててくださいね。分からないようにしてくださいね。はい。私も戻ってきたので、先ほどの、まあ、モンスターの BGM をお答えいただくという形になります。はい、では、流れるモンスターの BGM 合わせて分かったら、いち早くボタンを押してお答えください。はい、では、まず第1問。あ、第1問。え？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 違うの？え、そういうことじゃないの？え、再生しました、今。再生してないです。してないです。フリフリではないですよ。うーん、お手つきですね、チクショー、最悪それは先読み、あ、でも確かに専用 BGM ですね、そう、専用 BGM ですね、専用 BGM、 あ、マジかよ、まあ、クルクルのこと頭に浮かんでなかったのでちょっと危なかった、騙されたこれ最悪、これちょっと違かったです、ここの認識がちょっと違かった、そうそう、あ、違うの、じゃあ僕はもうお手つき、お手つきです、まあ、じゃあもう、そしたらカニカマさんとタキヤさんどちらかが回答となります、はい、じゃあいきますよ、はい、第1問、はい、ダッダッダダッダッ、はい、なるかくるか、正解です、そういう感じでいくの、そうです、よかった、流しますとは言いましたが、誰も M 足の口から流さないとは言っていません、ああ、これが笑いこらえられないって言ったのは本人の口から出るからです、あ、そういうことかよ、そうですね、ブルブルじゃねえのかよ、あのために村であんだけ水飲んでて、そうですよ、いや、スマホ使ってるしなって思ってさ、俺は、僕はもうここで使ってるスマホ全部使っちゃってますから、いや、絶対ブルブルやと思ったちょっと先読みしすぎちゃいますね、はい、行きます、はい、第2問、はい、タタタタタタタ、はい、これはカニカマさんが早かった、あ、
すいません。おっと5、4、3、2、1、ほんとダメだ、ごめんなさい。あ、これはダメだ。さあ、上川さんからザケイさんに回答権移りました。はい、どうぞ。イノバルド正解です。えぇ、ー、ダルダーダルダーダルダー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 。ああ、そういうこと。ダラダラダラ、はい、アイスボンバージョン。ああ、そう、これは強いっすね、ザキエさん。次なんですけれども、はい、ちょっと難しいです。先に言ってきます。お、ちょっと難しい。よく聞いた。昔の記憶をちょっとヒントですね、はい、昔の記憶をちょっと、思い出してもらえればなと思います。はい、ちょっと最近じゃないっていうことだけヒントとして与えておきますね。ちょっと難しいんで、はい。タタ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 タ。分かってました。分かってはいましたけど、ロッサが出てきませんでした。だから俺も早い段階でずっと乗ってたじゃないですか。乗ってた。そう。全部分かってたんですけど。最後でスペシャル問題なんですけど、はい、先に言います。タイトルを答えてもらいます。タイトル？タイトル。はい、タイトル。僕が今から、まあ、歌うのは英雄の証です。え？シリーズ名を。ああ、そういうこと。お答えください。どういうこと？英雄の証って、うん、あのシリーズごとにちょっと曲調が違うんですよ。無理がある。あ、じゃあヒントを言いますね。ヒントあるんだ。英雄の証に関しては初代からセカジーまでが一緒です。おー。だから皆さんが多分想像してる。おー、なるほど。でトライ、はい、結構壮大な感じになってます、はい、最初。で、トライから次フォーになる。で次がダブルクロス。で次がワールドライズ。だから消去法でもいきます。最後どうしますか。どういうことあ、さ、ラスト問題。そう、ラスト問題、スペシャル問題です。2点にしましょう。1億点。1億点、1億点やります。1億点で。はい、じゃあ1億点を差し上げます。今まで何やったんや。じゃあラスト問題、この英雄の証、どのタイトルでしょうか。はい、犬猫さん。ワールド、ワールド。不正解。あれ、犬猫さんに今、はい、押しましたね。お、英雄の証。はい、トライバージョン。トライバージョン。残念。おお、これはもうざっくり聞けるということですね。これ、竹井さんも最後まで聞けますからね、一応ね、はい、そうです。せっかくなんで最後まで聞いちゃいましょう。最後までは僕歌えないです。じゃあもう一回いきます。はい、でれれ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 もしかしたらそうでかもしれないって一瞬思ってて、最初からやると結構分かれちゃうので、うん、ちょっと
汎用性の高いところからちょっと入れさせていただきました。そうです、あの部分だったら多分ワールドとダブルクロスどっちか分かんなかったです。そうですよね、はい、それは絶対なくて、はい、うん、じゃあ僕は山下さんの歌声が綺麗すぎてオーケストラの声かと思っちゃいました。なるほど、よくてあげたいですねよくてあげちゃいました。よくてあげちゃうからちょっと最終問題スペシャル問題一色戦の時によくてあげちゃうから、まあちょっとそういうのはね冗談でね、はい、竹江さんが1億6ポイント獲得で優勝でございます。おめでとうございます。多数微妙すぎるでしょ。素晴らしいですね。すごい。さあというわけで景品のこちらの Amazon ギフト、3000円分を贈呈させていただきたいと思います。おめでとうございます。おめでとうございます。この辺ね全く見えてないと思いますからねぜひ使ってください。病気の妹にあげたいと思います。違いますよさあ重い話で終わりましたが今回のクイズ王は竹江さんということでただいま終了となりました、はい、ありがとうございました。いいな。バイバーイ。これで病気の妹も助かります。